日本近畿地方大阪府大阪市中央区、河原山町河原山町は大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は河原山町1丁目から河原山町3丁目、大阪市中央区の南部に位置する。北は松山町谷町、東は中寺、南は高津、道頓堀、西は阪神高速1号環状線の高架下を流れる。 東横堀川を挟んで島の内にそれぞれ接する。文字通り、江戸時代に河原生産が行われていたことが、町名の由来で、船場の河原町との混同を避けるため、南を関した町名になった。南河原屋町の北東には河原土取場が隣接しており、こちらは1630年に、寺島東江門が拝借したことから、河原屋東江門受け地と呼ばれた。 2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。東堀橋、大阪府大阪市中央区の町邸、あざ一覧、人口統計ラボ。 2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、河原山地の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。河原山市。大阪市。 2018年9月19日閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、アザトウ。総務省統計局。 2019年8月16日へ閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日へ閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。 2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサス、マイナス活動調査、事業所に関する集計産業横断的、集計都道府県別結果。 総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版。日本郵便。2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。